三河上里駅は、愛知県豊田市上里町にある、愛知環状鉄道線の駅である。駅番号は07。本駅から愛知環状鉄道線の途中で分岐し、中部国際空港までの鉄道が検討されていたことがある。1996年8月、三河、千多新空港交通対策協議会は、本駅から分岐して、JR 東海道新幹線、 東海道本線の三河安城駅を経て、名鉄とこなめ線のとこなめ駅に至るルートを想定し、事業費を2600億円から3200億円と、試算した。ただし2013年3月現在、その後の進展はない。二面二線の相対式ホームで、岡崎方面の一番線ホームは20メートル車両、8両分の有効長があり、開業時から使用されている。 高蔵寺方面の2番線ホームは当駅、北のマ塚駅間の複線化にあたり新設された。待合室がある。高架駅である。窓口営業は、平日の7時10分から11時50分、15時30分、20時10分で自動券売機も稼働する。それ以外の時間帯及び、土休日は無人駅となり、自動券売機が停止され、 代わりに乗車駅証明書発行機が稼働する。駅前には無料駐車場が設けられており、10台ほどが駐車、可能である。豊田市統計所、移動等円滑化取組報告書によると、当駅の1日平均乗降客数は以下の通り推移している。ABC、愛知環状鉄道の30年年表、愛知環状鉄道株式会社、2019年。 プレスリリース平成13年12月内夜改正について愛知環状鉄道とか乗車券のサービス開始日について愛知環状鉄道オリジナルの2019年6月2日時点におけるアーカイブ https://web.archive.org/.web/.20190602072328/.http://www.aikanrai l w a y c o j p p d f p r e e s r e l e s e 3 0 1 2 8 pdf2020 年11月8日閲覧。平成17年3月、豊田市議会定例会、一般質問原稿愛知環状鉄道の輸送力増強について、愛知環状鉄道の30年61ページ、愛知環状鉄道、2019年三河、上里駅のご案内愛知環状鉄、オープンデータデータ提供豊田市統計所豊田市、移動等円滑化取組計画書、 報告書愛知環状鉄道、ありがとうございます。